はいどうも、今回はですね、私天海翼王ちゃんのなんとナイトルーティーンをご紹介しようと思います。はい、まずですね、大体は9時8時半ぐらいに公演が終わって9時頃にこうやって化粧を落としていきます。僕は、はい、こんな感じですね。化粧を落としていって、もう明日のね、その次の日のプログラム、あ、このおしぼりフォーマーっていうおしぼりをあったか、タオルをあったかくする機械に入れて、温かいタオルで僕は顔を拭かないと、冷たいのが苦手なんでね、大体はあったかいタオルを用意されております。用意してるというか自分で用意してるんですけどね。僕はちゃんとエコロジーシャンなんで、タオルも一回一回お風呂で洗います。鼻ほっちほじ洗いますかね、僕は。うん、そんな感じで、大体タオル2枚で洗いますね。体はお風呂でバッと後ろで流しちゃうんで、顔だけはここで全部拭き取っちゃいますと。はい、そんな感じで化粧がもうそろそろ落ちますね。するときはいいんですね、落とすときも一瞬なんだね、化粧は。よいしょ、よしね、頭も汗かいてるからバーッと拭いちゃうんですよね。どうせすぐお風呂入るんやけどね。はい、その次の日のプログラムとかはだいたいもうお昼休憩のうちに作っちゃってるんで、夜はこっからまたお風呂に入ります。お風呂に9時半ぐらいかな、だいたいいつも入って、だいたいうちは朝稽古なんで、新作の時はまた違うんですけどね、編集というのは面白いもんで、入った瞬間出てくるというですね、感じでございまして。そうなんですよ、もう YouTube 始めたからね、すっぴん見せることが恥ずかしくなくなってきてね。そうなんですよ、こうやってゴシゴシ、僕大体お風呂10分ぐらいですかね、10分、急いとったら3分ぐらいで上がっちゃうんですけど、浸かりもせんと10分なんで、浸かり出したら僕2時間ぐらいお風呂入っちゃうんで、お風呂大好きな方なんでね、温泉あるとか温泉行ったりしてます。大体そうね、下半身もふき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 しております。はい、ということでお風呂場はこんな感じでございまして、次10時頃ですね。そして化粧水やらなんやらを塗るタイムでございます。化粧水はね、こちらの化粧水を使っております。ね、何のやつかわかんないんですけど、いただいたやつを使ってます。化粧水を塗り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 しております。化粧水を塗って、次はこの何ですか、これなんか乳液じゃないですけど、そういうのを、乳液的なものを顔にぬりぬりします。特にニキビが多いんでね、僕どうやったら治るんやろうと思いながら毎日悩んでおります。で、あとはなんかヘアトリートメントっていうんですか、お風呂上がった後にするトリートメント、頭にパッと塗っちゃって、ドライヤーはしないです。で、こっから次の日の練習で、ここはね、島田は、静岡の島田市は、あの電波状況が悪かったんで、僕いつも漫画喫茶行くんですよね、ネットワーク使うときは。で、この、ネットカフェに来て、だいたい次の日の舞踊の曲をダウンロードしたりとかないやつは、YouTube の編集も基本的に、この快活さんで今月はお世話になっております。ここの時間が一番長いかもしれないですね。はい、早送りにダイブしても結構長かったんで、ずーっとなんか台本書いたり YouTube の編集はアップロードするだけなんで、ここではこっちはずっとなんか台本書いたりやの、次の日の音楽編集したりやのがほとんどですね。そう、セリフ聞いて書き起こしてみたいな感じでしてます。どこを変えたらいいとかね、撮られてるって意識があんま あってなんかちょこちょこカメラ見てるんでキモいですよねそう、基本的には快活でネットワーク系は全て基本的に毎晩って言っていいほど行ってますね、ネットカフェは。最近はよくお世話になってます。会員カードも作ってお世話になってます。そうなんですよね、 YouTube の編集時間かかるんですよね。僕も
やる限りは本気でやろうということなんで、手は抜いてられんと思って、最近ね舞踊動画が多かったんですけど、そうたまには舞踊も見てもらわんととか思いながら舞踊動画上げて、で企画もちょこちょこ入れていってる。基本的に企画もが多いんですけど、ぶっちゃけそうお客さんからね舞踊映像も見たいっていうリクエストがあったんで舞踊映像も付け足したんですけどね。そう基本的にこの僕の MacBook ちゃんがいい仕事してくれております。そうなんですよ、機材にはねお金を厭わないっていうのがポリシーなんで、舞台もんにしてもそういいものを買えばいいものができると思いながら、それを信じてお舞台を行ってるわけでございまして、基本的に多分今これ映像を見てますね、お芝居の、お芝居の映像を見て、あここの部分できる、ここの部分、大舞台とかね商業演劇とかの映像を見るの僕めっちゃ好きなんで、それを見ながら大体やってますね。で楽屋にはもうモニターも置いてて、パソコンが前の画面で見れるようになっておりんす。はい、そうなんですよ、暇と思われがちなんですけど僕も暇じゃないんですよね、こう見えてねこれ長いでしょ、これめっちゃ早送りしもこんなんなんでね、だいたい11時半ぐらいに行って、だいたい2時半とか3時とか4時とかなんで、満喫出るのが。そうなんです、満喫ねコストいいんですよ、コスパがいいんです、コスパがそう1時間ぐらいおるだけやったらね2000円いくかいかんかぐらいなんで、いくかいかんかぐらいなんで、でも1人で喋ってたら寂しになりますね、こういうのって。もうちょっとね、で寝るとこは取ってないんですよ、寝るとこは取ったって寝る、みんな寝るぐらいは一緒やわ思って、満喫出るまでしか取ってないんです。もうちょっとで多分出ると思うんですけどね、まあ僕のナイトルーティーン毎日仕事に追われてる感じっすね仕事というか趣味に追われてる感じっすね、なんかねそんな感じでやっておりんす。なんで皆さん見に来てください。で満喫出ますと、出て歩いてちゃんと帰りますということで、私のナイトルーティンでした。さよなら。We'll be right back.